カンボジャマストです、今日は愛知県のテニス仲間と一緒に練習しに来ました。ありがとうございます。ようこそ。ありがとうございます。自己紹介お願いします。いつも通りカンボジアのコンちゃんです。トヨタの中村です。後輩のケイちゃんですケイちゃんはね、あのカンボジアじゃない僕の大学のね、後輩に当たる選手で、大学もね、ずっと一緒にあのテニスをやらせてもらってました。で、初めてこうやってちゃんとテニスするの初めてじゃない。俺はカンボジア行ってから全然誘ってくれなかったですまあね、大学以来に一緒にテニスをやるっていう感じ で、まあ、たまたまちょっと近くにいたので来てくれと、おととい以外に連絡して来てくれました。ありがとうございます、まあ、今回はね、コンちゃんしか後衛がいないので、まあ、2人とも前衛、まあ、僕も前衛ということで、このメンツじゃ何をやろうかと考えた時に、なんか今までやってないちょっと前衛のプレーをやりたいなと思ったので、今回はね、スマッシュのフォローをやっていきたいと思います。まあ、スマッシュのフォローなんですけど、僕実はあの今までボレーとかね、ローボレー出させてもらったんですけど、実は一番得意なプレーがね、スマッシュフォローということで、高校時代もね、ボレーに行かなくてもいいからフォローだけしとけって言われるね大会がとても多くありました。なので今回はこの中村とケイちゃんのね、2人にスマッシュを打ってもらって、僕がフォローするっていうスマッシュのフォロー練習をやっていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ今回はスマッシュフォローやっていきたいと思います。はい、レッツゴー。レッツゴー。この練習ではグリップをね、まずこういう風に包丁握りで持ちます。普通のボレーと一緒にね、持つのではなくて、このようにバドミントンみたいにこう包丁、まあ、サーブとかスマッシュでね、持ちしてるんですけど、こういう感じで包丁握りで持って、こういう風に構えます。で、まあ、基本的にバック側に貼っておいて、もしフォアの時にフォアの方に来たら、こういう風に返すイメージですね。で、これ以上上はもう多分アウトなんで、まあ、この辺からこの辺までを守る感じですね。これはもうヒッティングしに行くとかそういう感じではなくて、来るボールに対してこれは面を出すっていう、そうすることで面にちゃんと当たれば相手のコートに帰るようになってるので、普通のこうローボレーみたいにこうボレーを熱しに行くというよりかは、このようにインスタングリップで持ってボールが飛んでくる軌道に対して面を出すっていう、それを意識するだけでスマッシュフォローが、ね、できるようになるので、全てを、ね、こう取ろうと思うと難しいので、基本はこのバック側の方を、ね、こう貼っておけばこういう風に、ね、全部出るので、こういう風に構えてしまうとバック側が出ないので、こういう風に、ね、バック側に構えておいてからこういうラケット動作を、ね、するように意識していきましょう。それじゃあもう一回やっていきます。 Thank youフォロー。はい、よいしょー。はいだ。よし、フォロー。スマッシュっていうのは大体この足元とかね、低いところに飛んでくることが多いので、できるだけもうこの上半身よりも上のね、お腹より上ぐらいのボールはもう全部アウトだと想定して、もう常にここで下でね、構えておくことがポイントです。もちろん高くなってこの辺に来ることはあるんですけど、そこはもう反応できなければもうしょうがないと思って諦めましょう。まず基本はこの自分の足元に来るボールに対してこう反応できるように準備をしていきましょう。まあ、そうすればね、基本的にはこちらがもう負けてるポイントなので、
まあ、ミスしてしまってもいいので、まずはこう触って相手のコートに入ればラッキーぐらいの気持ちでぜひやってみてください。ありがとうございました。これ多分ね、動画見てくれてる人はスマッシュ打つ側がうまくここにね打ってたんじゃないかって思う人いると思うんですけど、どうですか？いや、もう精一杯ぶちかましました。まあ、またそれもねあるとは思うんだけど、あの基本的なスマッシュのフォローの取り方としてね、こういう風に構えるっていうのがあるので、まあ、最初はねちょっと怖い気持ちもあって、ぶつけたら、まあ、ぶつかったらどうしようかなって思うこともあるんですけど、試合になるとね本当に結構レベルが上がれば上がるほどこうやって足元を狙ってきて、よっぽどね体の方に飛んでくることはないので、もちろんないとは言い切れないんだけど、そんなに多くないのでね、この辺がこうさばけるようになるだけで全然1本でもね返せるようになるので、ぜひやってほしいなと思います。やっぱりスマッシュの練習をたくさんやるんですけれども、あの時間ももったいないし、やっぱり効率の良い練習とすると、フォローの練習もやっぱ同時に入れていけるといいなっていうふうに練習で取り入れたいと思います。ありがとうございます。あんまりやらないよね、こう子供たちの指導をしてる中で。スマッシュ練習はもちろんねやると思うんだけど、スマッシュが試合であるのに練習しない。あ、そもそもね。すればよかった。それはねぜひやってほしい。練習したいと思います。スマッシュを打つ側の気持ちなんですけど、やっぱ打ったら絶対決まると思って決めに行ってるので、やっぱ拾われた時はやっぱ苦しいなっていうふうに思います。そうだよね、でも自分はもう決定打で打ってるから、はい、これをね一本でも返すことができたら、本当にこう相手にもねすごく精神的なダメージを与えられるんで、まあ、ぜひね怖いからもう諦めるとかじゃなくて、一本でも返せるようにねチャレンジしてみてほしいなと思います。じゃあこの動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。